チョンドは、大韓民国で活動している、中華人民共和国上海市出身の歌手、男性アイドルグループ NCT のメンバー、SM エンターテインメント所属。本名は、タツ。2016年8月、青少年ユニット NCT ドリームでデビュー。ニックネームはロロ、サソリザ。2001年11月22日、中華人民共和国上海市で生まれる。2006年、 上海小生芸校に入学した。2008年、上海小生芸術団に入団した。2009年、上海高派電次第の子供向けチャンネル、高校精人のオーディション、音越精霊生学祭起選抜祭に参加し、準優勝と活力精霊賞を受賞した。7月、石膏の第5回中国司会文化説にてテーマ曲の外、ガイア,イアイを演唱した。9月、 中国中央電子台の携帯電話フェスティバルにて、我がは、お披露。2010年1月、子供向けテレビチャンネル、高校精進の、春節スペシャル、トラトラ星イラク、高校春節、会に出演。ファーストアルバム、トゥモローを発表。上海万博のオープニングセレモニーに出演し、オーストリアパビリオンでは、アニメ吹き替えを担当した。7月、 上海東方電子代の第1回中国人集に参加しメモリーを披露した。8月6日第7回全国中華青少年英才推薦活動に参加し、声学小学生の部で金賞を獲得した。10月1日家族と共に上海娯楽品道のバラエティ番組家庭演発室に出演。2011年1月オーストリア 中国文化交流協会が主催する中国とオーストリアの外交関係樹立40周年イベントに出席するために法をし、ウィーン・ラクユ協会でメモリーを演唱した。なお、チョンドはウィーン・ラクユ協会で講演したことのある歌手の中で最年少である。4月、上海福山外国語フェスティバルでオーストリア文化週間のオープニングセレモニーに招待され、 メモリーというレイズメアップを披露した。6月1日、上海自動芸術劇場の馬蘭歌劇場で開催された音楽劇、成長的快楽に主役で出演。6月16日、第2回、ジョージ音楽会で国歌を成唱した。7月、セカンドアルバム、バレ的羽某を発表。7月28日、上海音楽庁で開催された。 盛大遊戯の新製品発表会に出席した。7月31日、上海国際児童芸術祭開幕式に出演した。8月4日、上海国際児童芸術祭の閉幕式に出演した。2012年1月、アニメ映画、奇羊羊余配不当狼」の改新陳留年の公開を記念して作成された、奇羊羊春節同様の北京語版と、 上海五番に参加。1月27日、両年後破電次第のテレビ番組、天才同棲に出演し、メモリーを演唱。3月30日、湖南英氏のテレビ番組、天聖一体に出演し、メモリー、テルメホワイ、天空の城を披露。11月、映画、怪獣通襲霊主題曲、不要コアを発表。12月31日、 中国中央電視台のテレビ番組、星光新春国際児童音楽会にて、リサワ・タダシ、リュウ・ヒロシと共に、幽霊・イズメ・アップを演唱した。2013年5月、リサワ・タダシ、リュウ・ヒロシ、テレッサと共に、中国中央電視台のテレビ番組、超級同性の審査員を務めた。6月8日、コナン・英イの番組、中国新生代に参加、ワンボイスを披露した。 7月16日、中国新世代で、アメージング・グレース、牛を披露。2014年2月12日、上海で、ソロコンサート、ザ在を開催。8月、アルゼンチンのブエノスアイレスで行われた、国際児童音楽祭に、ピアニストのエセキエル・エルキンの招待で出席し、エルキンが書き下ろした、エル・ロマンス・デル・ドラゴンを披露した。10月、コンサートアルバム、 在を発表。2015年5月、中華文化大楽園の一員として、韓国を訪問。5月6日より、日本を訪問した。10月、第1回中国、ニュージーランド青年フォーラムのナイトコンサートに出演した。2016年、韓国の芸能事務所、SM エンターテインメントからのスカウトを受ける。連絡を受けた際、チョンドと母親は、 SM エンターテインメントの名前を知らなかったためすぐに断った。その後、父親が再び電話して契約することになった。8月19日、SM エンターテインメントに入社して4ヶ月後、韓国の男性アイドルグループ NCT の青少年ユニット NCT ドリームのデビューメンバーとして公開された。25日、 デビューユニット NCT ドリームのメンバーとして、ネット、M カウントダウンでデビュー曲、チューイングゴムを披露し、韓国正式デビュー。2017年5月23日より、CJ グループと韓国文化産業交流財団による、優しい韓流官民協力プロジェクトに参加し、論順と中国の南京を訪問、子供たちと K-POP を通じた文化交流を行った。 北京市現代音楽学校に入学。2018年5月29日、KBS に TV、一晩だけ寝かせてに出演。上海の自宅を公開した。9月15日、MBC、2018コリアミュージックウェーブに出演。12月13日、SM ステーションシーズン3を通じて公開された、アニメ、トロールの劇中華、ベストデイエバーに参加。12月より、 YouTube チャンネル NCT デイリー日村との冠企画、チョンジのあれこれを公開。2019年4月16日、JTBC のバラエティアイドルルームのハロー外国人アイドル特集に出演。9月3日、SBSMTV 座シのスペシャル MC を務めた。10月9日より、中国信用紙のウォーターパーク。 大アヒ温ン潜水世界の広告モデルに NCT のメンバーであるロンジュンと共に就任した。2020年1月22日、所属ユニット NCT ドリームが日本公演記念アルバムザ・ドリームを発売。5月20日、ロンジュンと共作の北京資源大音楽学校の卒業制作作品新的始めを発表。同校を卒業した。5月27日、 振動美白のアカウントを開設した。10月1日放送、MBC アイドル e スポーツ選手権大会のサバイバルシューティングゲーム個人戦で金メダルを獲得した。10月12日より TBSEFM のラジオ番組首のレギュラー DJ を務めた。10月19日 NCTU として参加したフロムホームのミュージックビデオが公開された。 12月24日、ドヨン・ジョヌ、ロンジュンと歌った、DER-12-24 のカバーを公開。2021年2月24日、フィーチャリングで参加した、インレ・トゥグッドが公開された。3月28日、クンと歌った、ホーネ・フリー・ラブのカバーを公開。身長178センチメートル。頭の重さは5.1キログラム。 頭位は58センチメートル。血液型は O 型。年の離れた兄がいる。o い、e、がいる。立つという名前は朝の音という意味。幼い頃は射撃やビリヤード、上海の自宅ではゴルフを楽しんだという。子供の頃の夢は兵士、科学者、警察、数学者。子供の頃から歌うことが好きで7歳の時にアルバムも発表した。 その時は歌手になりたいと思うよりも趣味や経験だと考えていた。音楽に関連した仕事をしようと考えたのは韓国に来た後のことでこれが自身の進むべき道だと知った。笑い声が高いので笑い方がイルカ笑いと呼ばれている。本人を表す絵文字はイルカである。誕生日の際にはイルカの人形やクッキーをプレゼントされている。ニックネームはロロ、チョン会長。 K.H. 両耳にほくろがある。好きな食べ物は、イチゴヨーグルト。ピアノを演奏する。NCT ドリームのコンサート、ザ・ドリーム賞及び、ビヨンド・ザ・ドリーム賞では、ベストフレンドのピアノ演奏を披露した。趣味は、バスケ、ドラマを見ること、映画鑑賞、様々な国の紙幣をコレクションすること。好きなアーティストは、ブライアン・マックナイト。バスケが好きで、 NBA 選手のステフィン・カリーのファン。ステフィン・カリーの誕生日には NCT の公式ツイッターから誕生日を祝うツイートをしたこともある。2020年8月にはステフィン・カリー本人がチョンロのツイートに返信した。韓国語が短時間に上達した理由についてチョンロが韓国語を聞き取れなかった時期にメンバーのロンジュンが通訳をしてくれたこと、チソンと韓国語で たくさんの会話をしたことを挙げた。そのために韓国語を話す。際の話し方がチソンと似たという。夢の中に出てくる人物が、韓国人であれば韓国語を話し、中国人であれば中国語を話す。K-POP 歌手を夢見た理由について、X を挙げ、K-POP は僕の夢そのものとした。インスタントラーメンにトマト。 おいひかかソース、卵を加えたチョンロラーメンというオリジナルラーメンを作る。普段は中国人の在住者が訪れるソウルの中国食材店では、チョンロラーメンを家で作ろうとした多くの韓国人が中国ラーメンとオいひかかソースを買い求めたという。メスのビションフリーゼを飼っており、名前は手軽。2010年10月1日放送、家庭園派室に出演した。名前は 発音。2020年5月7日、公開、チャンネル、NCT デイリーの、ドリーム VS ドリームチェンル VS ジャエミンにて2019年4月7日、生まれであることが明かされた。2020年9月23日生まれである。ありがとうございます。